メロナッパ。ハッピーバースデイディア娘ちゃん、ハッピーバースデイトゥーユー。娘ちゃん1歳の誕生日おめでとう。今日は娘ちゃんのために父ちゃんのたくさんのお友達がラップで盛り上げます。それじゃあいくよ。Here we go。マイク握るのは父ちゃん、言ったら分身みたいなもんじゃん。ただ本当存在に感謝、お前がいるから頑張れるんじゃん。受け取ってくれ俺のビッグラップ、初めてだけどやってみるラップ。みっともない、恥ずかしくない、いやそれでも思いを止められない。続いて登場父ちゃんです。生まれた頃が懐かしいね。予定日過ぎて心配でさ、でもマジ頑張って生まれたよね。ジージもバーバーも狂気乱舞、釣られた坂巻はベイビーラッシュ。幸せは全部君がくれた、相方はめっちゃおむつくれた。はい待ってました、次は俺の番、お前の父ちゃん。生まれたばっかで首も座らない、うちからカメラが大好きで、元気に爆笑、笑顔でないショー。髪の毛の量はジージに圧勝。この曲かけたら泣き止んで寝ると聞いた、その日から夜のバイス。言いたいことも言えない世の中、反町先生マジ感謝。感が大きくなるお前、願い事ばっかりで悪戦苦闘の日々でした。なかなか寝ない、全然寝ない、ようやく寝たけど置いたら起きる。おむつを変えたら速攻おしっこ、もっかい変えたら早速うんこ。おっぱいたくさん飲むのはいいけど、母ちゃんさすがに乳首ボロボロ。でもそんな日々が宝物、毎日思う俺幸せ者。お風呂で泣いても可愛いんだもの。何まろてんねんって思ってるが、いいからどんどん心配かけろ、気にせずバンバンおしっこかけろ。泣いて笑って眠って起きて、一緒に大きくなっていこう。お待たせしました、父ちゃんです。いちごが大好き、バナナが大好き、麦茶はめちゃめちゃ拒否ります。ワンワンが好き、サボさんが好き、しまじろうは微妙らしい。なんでマーケティングの本が好き、ダックひものここが好き、ジージの名付けるつめてーってやつが大好き。朝出かけるときいつもバイバイしてくれる、エアコンなぜか除湿モードにしてくれる。洗濯物から俺のパンツ選び通って、床を拭き掃除してくれる。機嫌が良くても悪くてもうーんって言う、yeah。 顔を触ってくるときにあちゃーって言う、yeah。 よくわからないタイミングでおっって言う、yeah。 アンパンマン向いてささやくようにパンって言う。はいどうもこんにちは、父ちゃんです。イエイ。伝えたいことはいろいろあるけど、これだけは言っておきたい。それは君の母ちゃんのことです。君の母ちゃんはな、本当にすげえんだぞ。俺が出かけてる間もずっと母ちゃん一人で面倒を見てる。昼も夜中も数時間おきにおっぱいあげるの大変だった。君が寝てる間もなんか心配で眠れないって言ってた。いたずら大好きな君を見ながら家事も頑張ってくれてます。任せっぱなしになっちゃってしんどくさせたこともあった。本当にごめん、これからもっと一緒に頑張ります。毎日本当にありがとう、1年間受験ありがとう。突入祝いで乾杯しましょう。美味しいビールを買って帰ります。あ、すいません、ちょっとお邪魔しまーす。はい、こんにちは、佐久間さんの相方の森です。ハッピーバースデー娘ちゃん、一回だけ会ったの覚えてる？変な祝い方するよね父ちゃん。この人何なの君も思うじゃん。でもあなたを思う愛情だけは本当の本当に本物じゃん。父ちゃんがいつもあっぱらパーなふりして頑張るなって無理をしちゃうから、僕がなんとか面倒見ます。その辺はどうぞご心配なく、まだ少し寒い時期が続きますが、どうぞご自愛くださいませ。風邪などどうかひけませんように。娘はやらんぞ。何なのこの人。満を持してスペシャルゲストの父ちゃんです。どうだった、受け取った、父ちゃんの落ち着きが欲しい愛情。動画を見ているみんなにとっても今日は区切りの日だと思います。大事な人への愛情をどんどん伝えて生きていこうぜ。生まれてきてくれて大きくなって